シャフトとアニメ漫画界の名探偵須山拓司です。ということでね、今回は定番のアニメ続編を予想するリクエストシリーズとなっていまして、今回はですね、複数の依頼がありましたニセ恋テレビアニメ3期のね、可能性について推理していきたいと思いますけどもね、まあついにやってきましたかということでね、これ前からね、まあちょっとリクエストが溜まってたので、まああることは分かってたんですけどもね、ちょっとね、まあ人気作だけにね、反響がね、怖いということでね、前もですね、ちょっと5等分の花嫁のね、2期のね、可能性を予想したんですけども、まあその時にはですね、まあ5分5分とね、予想したらですね、まあそのすぐ後に2期が決定しましてですね、2期やるじゃねえかみたいなね、まあ批判のコメントが来るということでね、ちょっとね、もう5分5分って言ったんでね、やらないとは言ってないんだけどもね、なかなか厳しいなということでね、まあ名探偵と名乗ってるせいなのかもしれませんけれども、まあ、今回もですね、そんなね批判に震え上がりつつも、推理していきたいと思います。はい、まずはですね、ニセ恋について簡単に解説していくと、まあ、週刊少年ジャンプで連載されている、まあ、漫画を原作にですね、2014年にアニメ1期が、2015年にね、アニメ2期がね、放送された作品となっています。主人公のですね、一条楽は、まあ、小野寺小崎というね、まあ、好きな子がいるけれども、まあ、親同士の争いを収めるためにですね、第一印象最悪の、まあ、桐崎千棘とね、ニセの恋人を演じることとなります。そんなね、ニセの恋から始まる ラブコメディとなっています。まあ、このメインの、ね、3人を軸にですね、そこにサブヒロインも絡んできて、まあ、近年ではですね、ベタで王道なラブコメが展開するという形となっています。それがね、大ハマりし、原作漫画も売れに売れまくった作品となっています。では、ここからはですね、データを見ながらニセ恋のアニメ3期の可能性を推理していきたいと思います。まずは原作ストックですね。ま、アニメ1期と2期で、原作で12巻まで映像化ということで、そしてですね、ま、ニセ恋は2016年にね、完結しており、ま、全25巻となっています。なので、ま、原作ストックは十分ですね。というかですね、ま、普通にアニメ化したらね、3期だけでもま、最後までいけない形なので、ま、普通にアニメ化するんだったら、ま、4期5期とかも必要になってくるのかなと思いますので、まあ、完結してるので、ね、まあ、ショートカットするか、もしくはですね、まあ、1年ぐらいかけてね、まあ、じっくり放送するかね、いろいろとね、まあ、原作が完結しているので、まあ、これだけストックがあればね、まあ、いろいろなやり方ができるというメリットもあります。次に、円盤の売り上げの方ですね。まあ、DVD、ブルーレイの売り上げなんですけども、まあ、ニセ恋のね、円盤の売り上げはですね、まあ、1期が1巻平均6000枚程度となっています。2期の方がですね、こちらが4000枚程度となっていまして、まあ、1期は優秀な数字ですね。まあ、2期はね、ちょっと下がってますけども、まあ、悪くはない数字となっています。続きまして、動画配信サービスの状況に入っていきたいと思います。こちらは2019年6月時点ですね。まあ、今はですね、円盤が売れなくてもですね、もしくはね、もう円盤のね、販売自体を行ってなくても、まあ2期とかするね、作品もあるので、この動画配信サービスの状況はですね、思った以上にね、これがね、稼げるんじゃないのかなと思いますね。まあ2019年6月時点で、見放題でね、ニセ恋を配信している、まあ主要な動画配信サービス会社はですね、4社となっております。まあ、1期がですね、まあ、2014年とちょっと古めの作品ということを考えれば、まあ、なかなかね、優秀な数字となっています。最後に原作漫画の売り上げですね。まあ、アニメ制作委員会にはね、出版社の集英社も参加しているので、まあ、原作漫画の売り上げも重要となってきますけども、まあ、原作漫画のね、累計発行部数はですね、1200万部以上となっていまして、まあ、こいつはですね、もうとんでもないね、数字となっていますね。まあ、分かりやすく言うんだったら、まあ、今ね、とっても売れてるラブコメ漫画、まあ、5等分の花嫁がですね、500万部となっていましてですね、まあ、もちろん関数の違いがあるとはいえですね、その2倍以上は売れているというわけなので、かなりの数字っていうのが伝わるかなと思います。まあ、25巻でね、1200万部なので、まあ、1巻あたりね、だいたい48万部ということでね、これもすげえなっていうようなね、数字となっていますね。さらにね、アニメ化によりですね、まあ、原作はね、2倍近く売れるというフィーバーが起こっておりまして、これはもう集英社さんね、ウハウハ状態となっています。はい、ということでね、これらのデータをすべて踏まえましてですね、ニセ恋のテレビアニメ3期の可能性は 10% から 30% となっておりますということでね、まあ、この数字に幅を持たせたのはですね、まあ、後で解説するとしましてですね、まあ、原作もバカ売れして、まあ、円盤やね、動画配信サービスの数字も悪くはないんですけども、やっぱ
ぱりね、このね、原作が終了して数年経ってるってのが痛いですよね。まあ、こっからね、アニメ化しても、まあ、そこまでね、原作は売れないでしょうし、まあ、続編をやるんだったらね、まあ、せめてね、原作の終了のタイミングに合わせてやるのが、まあ、理想的だったっていうのがあるんですけども、なぜね、そこを集英社さんやらなかったのかというのがね、ありますよね。またですね、まあ、ニセ恋のね、このアニメのはね、ちょっと他と比べて特殊な形となっていましてですね、まあ、ジャンプ作品のですね、アニメ制作委員会はですね、まあ、アニプレックスが一番上にお金を出している地位に来まして、まあ、その後にね、集英社が続くというのが定番となっていましてですね、まあ、ちなみにですね、アニメ制作委員会のね、このね、名前の並び順はお金出している順になるんですけども、それがまあ、アニプレックス、集英社と来るのが、このジャンプ作品のね、まあね、完全な、ね、方程式となっています。まあ、その下にね、いくつか入るんですけれども、まあ、例えばですね、まあ、現在放送しているね、まあ、2019年春アニメのね、まあ、鬼滅の刃やね、僕たちは勉強ができないも、まあ、その形なのでね、ぜひね、確かめてみてください。がですね、ニセ恋ではですね、このアニプレックスの次に来るのがですね、アニメ制作会社のね、まあ、シャフトが来るということでね、その後にね、集英社が来るという形なので、まあ、他の作品と比べるとですね、まあ、集英社がね、あんまりお金を出してないっていうのがありますね。もちろんね、まあ作品によってね、まあ制作費が違うので、まあ一概にね、比べることはできないんですけども、まあ少なくともね、まあシャフトよりも出してないのでね、並び順はシャフトの方が上になっているというわけなんですけども、まあそのためですね、まあ原作はまあバカ売れしたんですけども、まあ円盤がね、このアニメ2期でね、まあそこそこに落ちちゃったため、まあシャフトがね、3期やりたがらなかったっていうのがね、あったのかもしれませんね。まあとはいえですね、まあ集英社さんがね、3期からうちがね、多く出しますよって、まあシャフトさんにね、まあ、提案すれば、まあ、進めることはできたと思うんで、まあ、最悪ね、まあ、制作会社を変えるという方法もありましたしね、でもですね、それをやらなかったっていうことはですね、まあ、集英社的にはですね、まあ、1期ね、2期でね、まあ、原作売れたからね、もういいやっていう気持ちがあったのかなっていうのがちょっとね、推測できるかなと思います。まあ、完結してね、まあ、数年経っている&、まあ、集英社のね、続編への消極的姿勢から、まあ、アニメ3期の可能性はね、普通ならまあ 10% としました。まあ、ゼロじゃなくて、ね、まあ、10% にしてるのはですね、まあ、ものすごく後になって、まあ、急にリメイクされるパターンとかもありますし、まあね、急に続編が決まるという形もあるので、まあ、基本的にはね、この動画では、まあ、ゼロというのはしませんね。まあ、最低の数字を10としておりますね。そしてですね、まあ、幅を持たせたね、まあ、10% から 30% といったね、まあ、30% の方に入っていきたいと思いますけども、まあ、もう一つの可能性としてですね、まあ、現在放送されているね、まあ、僕たちが勉強ができない、まあね、略称僕弁が、まあ、こけたんだったら、もうそのつなぎとしてね、アニメ3期を考えるかもしれないということでね、こちらの方のね、パーセンテージを上げていますね。まあ、というのもですね、ジャンプのラブコメはね、少数精鋭なので、まあ、仮にね、僕弁がこけたとしたら、ラブコメ作品のちょっとストックがないんですよね。なので、まあ、僕弁もまだまだ連載中で、まあ、新しいね、ラブコメ枠もまあ、育てていませんし、まあ、一応ね、まあ、ゆらぎそのゆなさんがありますけれども、まあ、あっちはね、まあ、トラブル枠のね、まあ、お色気系ハーレムラブコメなので、まあ、また別物となっていまして、まあ、ずっとね、ラブコメ作品もやらないのもどうかなというのでね、そのつなぎとしてね、ニセ恋3期を持ってくる可能性もあるかなと思いましたので、なのでね、こう、僕弁2期がね、やるぐらい当たらなかったら、まあ、30%、当たったらね、10% というね、形で、まあ、10% から 30% としました。はい。ということでね、ニセ恋の推理は以上となりますけれども、まあ、まとめますとね、ニセ恋3期はですね、集英社と、シャフトとね、僕弁の動き次第ということとなっております。ということでね、まあ、今回のテーマは以上となります。こういったね、アニメとか漫画の動画を随時上げておりますので、チャンネル登録、もしくはね、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。